悲しい真実、エンドニオなんやこれは。そうだよ。お前が幸せだと思えないマシンは絶対許さないでしょ。死ななかったじゃん。あ、エンディング後ユリアだ。ほんと。素敵な音色。やっぱりお母さんの子供ね。二周目が始まってる。あれ、二周目始まった？あ、病気で母を失い、事故で父を失った少女レイ。ある日彼女は、自分の父オルビオが汚い方に謎の死をつけたことを知る。ルーフに黙って、あれ、北へ向かうのだった。あれ？あ、なるほどね。しかし、レイは北の方に閉じ込められてしまう。キツネのような不思議な生き物と出会い、それに支えながらも、レイは何とか脱出しようと、館の中を探索し始めるのだった。あ、なるほど。こういう感じで振り返ってくれるのね、2周目は。ありがたい。めっちゃありがたい。一方、その頃、レイの姿が見えないことに気づいたルイフは、レイを探してもらうため、旧友の医者の息子である、シバを呼び寄せたのだった。あんで、二人のバルツへ？ん？珍しいな。お前が上の空なんて。シバ。ん？なんだ？別に、ただいいもん見つけちゃったなーって思ってね。いいもの？なんとここに。は？隠し通路がありました。というか、隠し階段？お前、初めから気づいてたのか。そうだったら？とにかく、戻るだけじゃなく進むという選択肢も増えたな。あー、そのことなんだけど、俺らこの館に閉じ込められたみたい。さっきチラッと出口見てきたけど、出口なくなったし。なんだって？この館変な力が渦巻いてるから俺も出られないんだよね。なんでこったい。そんな陽気なこと言ってる場合か。どうせレイちゃんを見つかるのが仕事でしょ？戻る必要ないじゃん。帰るときどうするんだよ。帰れるよ。絶対ね。ちょっとセリフが変わってる。その自信はどっかへ来るんだよな。とにかく進み道は決まった。礼は言っておくよ、バルセ。はいはーい。さて、もうここからどうやって探すかだな。シバ。ん、なんだ。ちょっと提案があるんだけど、俺たち別行動しない？別行動しない？あれ？だいぶ変わったね、話が。別行動？それはいいけど、いきなりどうしたんだ？普通に考えて、二手に分かれて探した方が効率いいかなって思っただけ。とか言ってサボる気じゃないだろうな。ひどい信用の差。さすがに傷ついた。まあ確かに二人に分かれるのはいいかもな。でしょ？そうと決まれば早速探そう。レイちゃんが心配だ。了解。んじゃ、始めますか。あ！バルツ視点でなんか動けることになった。何を始めるんだ？未来が変わった。未来を今から変えようとしてる。バルツェが。さて、どっから探しますかってことでね。ちゃんと戻れって言わないんだね。肖像がね。いや、バルツェのちゃんとコメントもあるっていうのはね、やっぱ細かいよね。それぞれの視点の、あ！いるねー。そうか。これは宝石を置く前か。はい。どう？はかどってる？見ればわかるだろ？謎解きばかりで正直辛い。辛いんだ。ですよねー。あー、そんだけか。で、純粋ねー。欲望ねー。あー、なるほどね。こういうセリフがあるわけか。やっぱり塞がれてるか。ま、しょうがないか。今回は緊急事態だし、もう後戻りはできないし、もう失敗できないしね。お、何？上出来。あいつ後で来るから行くか。押しに行くの面倒い。あ、
自分でロックを解除したんだ。バルチャ一応自分が悪魔って名乗ってるけどさ、どこまでの悪魔かわかんないよね。じゃあ、どんどん勝手に一人で進めるわけね。間違えると死ぬのかな。あれ？目じゃなくなってる。燃やしちゃおうかな。燃やしちゃおうかなってコメントは初めてだな。今まで植物っていうのはね、大体ね、燃やすもんではないんやけど。なかなか斬新なコメントですね、バルテさん。あれ？こんなんだったっけ？あの人は狂ってしまった。こんなんだったっけ？内容。昔は私と息子を大切にしてくれる優しい人だったのに、一体どこで歯車が狂ってしまったのだろう。でも、私は逃げるわけにはいかない。私はあの人を愛しています。あの人を救うまで私はこの館から出ません。たとえ、私自身が彼の作品になってしまうとも私はそれでも構わない。でもあの子だけは、あの子だけは外の世界に触れさせてあげたい。こんなんだったっけ？血だらけで読めないって言ってなかった？だよね。ああ、そうだよね。ここを血だらけで読めないって言っとった気がする。こんなんあったっけ？ってなったもん。はあはあ。で、こっちは？あ！タイプじゃない。タイプじゃない。なるほどね。絵ばっか作って何が楽しいんだろうね。あ、これはあの時の猫。あの時の猫じゃねえか。はーい、調子どう？虫かよ。そうそう、これは倒さないと、倒さないといけないやつだったもんね。いや、怒んないでよ。別にあんた自身に用があるわけじゃない。その首につけて宝石くれない？そしたらあんたは殺さないであげる。どうする？あ、そっか。あいつら追ってきてたもんね。追ってきてたもんね。もともとは。聞きがかけが良くて大変よろしい。別の、ルートだ。こいつ追いかけてきてたもんな、確かに。もう先んじて倒したな。未来が変わったね、だいぶ。なんかだいぶ変わってきたな。さて、ここは、なんか、おお、手だ！びっくりした！手が出てきた！何？デーモンハンド？ノーコメント。いやいや、今の手について触れてあげてよ。びっくりしたよ、今。手出てきたよ、今。一瞬ゲームオーバーかなと思ったもん。手出てきたから。デーモンハンドは確定一体除去だからさ。いや、まさかのね。あ、死ぬんかなと思ったけど、大丈夫やったわ。死なへんだわ。ここにカプセルがあったんだよね。生物がいっぱい置いてあった部屋。おう。こっちは芝担当。こっちも芝担当。こっちも芝担当か。さっきの子は誰だ？可愛い子。他にやることやんなきゃねと。研究室しかなくない？ああ、こっちか。はい。浮いてるものたちだよ。統一感ゼロだよね。木と女を掛け合わせたのか。そんだけ？なるほどね。じゃあ、研究室の奥行くよ。多分、研究室の奥行ったらさ、彼がいるんじゃないかい？いない。絵は調べられるたら。あ！緑の法則を目にはめた。なるほどね。そっかそっか。うん、完璧。さて、いろいろ回収しに行くか。バルツェが暗躍してる、完全に。どうやったらこういう絵になるのかね。なるほどね。その前に回収しに行くって言ったから何を回収しに行くんだ？君の頭の中と僕のね、やることがね、一致してないんだわ。開いた。あー、真っ暗。別に真っ暗でもいいんだけど、進みにくいしなー。しゃあない。あんまり魔力消費したくなったかったら、時間には変えられないしね。パッと移動しますか。パッと移動、本当にパッと移動すんな、これ。
本当にパッと移動したな。到着。ナイスタイミング。バルツェ。意外と早かったね。お前、こんなところにいたのか。姿を見かけないからどこに行ったのかと思った。サボらず真面目に仕掛けといてましたよ。おかげでスムーズに来れたでしょ。ああ、道理で。術を解いた跡があったからもしやとは思ったけど、結構無理やりだったけどね。はい。ほら行くよ。仕事はとっとと終わらせないとね。なんかお前妙にやる気だな。まあ追い詰めるとやる気を出すタイプだからね。うん。仕事はためない主義なの。よく言うよ、まったく。あ、んで、ここに来るのか。あ、もしかして、レイちゃん。あ、んで、はじめはそっか。怖がらなくていいよ。ルイフさんに頼まれて君を探しに来たんだ。嘘！さっきの人もおじいちゃんがって言ってたもの。さっきの人？バルツェ？何盗み聞きしてんだよ。うん、そうそうそう。これも、一緒だね。そいつ見張りか。そんなとこ、いきなり現れた？いきなり炎が？やっぱりこの人たち、お化け？違うんだ、レイちゃん。僕は幽霊とかじゃないから。おい、俺のフォローしろよ。お前悪魔じゃないか。あ、悪魔？ん？あ、あれ？俺のこと怖くないの？どうしてそんなこと聞くの？普通、この状況で悪魔に会ったら相当怖いと思うけど。確かに。でもなんでかな？あなたのことは怖くないの？え、どっちの意味やろ？過去に出会ってるから？それとも別の何か？とにかく、君、僕たちは君の敵じゃない。信じてもらえないかな？あなたの名前は？僕はシバって言うんだ。こっちは、バルツェ。シバ？その名前確かおじいちゃんが。もしかして、ルイフさんから聞いたことある？うん、うん。前におじいちゃんが話してくれた。有名なお医者さんの子供だったよな。ははははは。有名かどうかはわかんないけどね。じゃあ、本当にあのシバなの？よかった！やっと普通の人に会えた！それ、さっきも思ったんだけど、レイちゃん、僕たち被害の人と会ったのか？うん、家主だよね。館主だよね。うん。長い髪の男の人。その男が君をここに閉じ込めたんでしょ？うん。もう大丈夫だからね。泣かないで。芝よく言うよ。ほんとに。この後何回血だまりになったと思っとんねや。うん、うん。感動再開置いといて、さっさとここ出た方がよくない？そうだな。今はこの館を出るのが最優先だ。でも出口が。そうそう、出口消えちゃったかんね。自力で探さなきゃいけないっぽいね。今はここを出ることだけを考えよう。少し、館の中を探ってみようと思う。歩ける？ はい。それからバルツェ。レイちゃんも見つかったし、これから一緒に行動してくれ。はーい、頑張って怪しいとこ探しまーす。私もバルツェと一緒に探します。バルツェと一緒に探す？あれ、こんなこと言ってたっけ。レイがメンバーに加えてシワと合流しました。あ、でもバルツェ視点なんだ。あ、三人パーティーだ。初めてのおめでとう。三人パーティー。おめでとう。おめでとう。三人パーティーじゃん。ようやくバラバラだった人たちが全員合流したよ。やったね。おめでとう。なんかおめでとう。合流して、あ、そっか。合流したから暗闇の中か。誰だ？人形にしては精妙すぎるよね。椅子。なんか浮いてる。ここまで来ると何のコレクターなのかわかんないね。はい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 。でだよ。芝担当だったところに行けばいいのかな。芝担当、もう終わった体かな多分。じゃあ、次は、こっちに行って、こっちかな？あ、いける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 。ん？あ、扉になんか貼ってある。
あー、これ、和人ね。おかしいな、おかしいなと。これは和人のやつ。なぞなぞ？そうみたいだね。俺、こういうの苦手。俺もちょっと、何かヒントがあれば、と思うじゃん。え？まあ、見てて。オッケー。すごい。お前、こういうの時に苦手じゃなかったか。普段はね、でもこれは特別だから。まあ、これ先に行ける。まさかの謎々を解かずともさ、先に行けるという斬新な、技だな。どういたしまして。謎々を回避した。それやったら誰も苦労せえへんよな。ってことはここにいるのは、あ、いるね。青い炎の。で、ガーゴイルもいるね。あの時はどうも。そうだよ。お前に何回やられたかわかんねえもん、こっちも。お、何？待って。ん？バルツ？悪いんだけど、こっから先はお二人で行ってくんない？え？また別行動しようってことか？そういうことだ。いいけど、お前はどうするんだ？ちょっとこの部屋、調べてみたいんだよね。調べる？何かあるのか？それがわかんないから調べるの。と言っても、本当に何かある確証はないから。時間の無駄にならないためにも、お二人には先に行ってもらおうかと。確かに。先に進む道がある以上、ここで止まってるわけにもいかないしな。ここの部屋任せてよ。何もわかったらすぐ行くから。わかった。よろしく頼むよ。了解。また外れちゃった、パーティーから。あ！セーブポイント！歩くセーブポイントがこんなところに。また一人になっちゃったよ。孤軍奮闘多いな。で、先に片付けちゃいますかってこれのこと？ああ、いや。まあ、少し待っててよと。多分これだと思うんだけどな。何かどこか調べる場所があるんだろうな。何？これかな？一番魔力強いみたいだし。術を解く手段が一つとは限らないからね。案外近くにあると思ったけど。あ、消えた。あ、開いた。うん。うん？あ、もう最後だからね。魔力の出し惜しみやめちゃった。あなたにも悪いことをした。あ、そうだよね。正体はそうだったもんな。また来てくれたのね。あなたの息子と契約しましたから、契約は絶対です。優しい子。優しい？まさか。あなたはわかってるんでしょ？俺が一体誰なのか。わかっています。わかってるからこそ、そう思うのです。もう、ごめんなさい。私もここまでみたい。あとは任せてください。それに芝には彼女がいますから。彼女があなたの光になってくれることを祈って。あなたはあなたよ。どうかそれだけは忘れないで。あ！叫びがもう現れた。やらなくて、あ、よかったんだ。あなたのそういうとこ、苦手です。バルツェ？うん？ああら、二人ともお早いお帰りで。途中術が解けた気配がしてな。そっちで何かあったんじゃないかって心配してたんだ。へえ、術解けたんだ。ラッキーだったね。ああ、自分が解いたって言わないんだ。お前が何かしたわけじゃないのか。さあ、した覚えはないんだけど。それじゃあどうしていきなり術が。知らないうちに、柴たちが何かしたのかもね。思わぬものが鍵になってたりするし。かもしれないな。とにかく、術が解けたのはありがたい。確かにね、おかげでほら、裂け目が出たよ。新しい道もできたし。あれは、何あれ。まがまがしいな。あ、あの中に飛び込むの？怖いの？少し、でも行きます。レイちゃんのそういう強気なとこ好き。ま、なんとかなるだろう。
このままさっきの場所に戻るより出口に近そうだし。そういうこと。逃がさない。お！逃がさないが来たよ。あれは、バルツ？平気だよ。そんな深い傷じゃないし。ちゃんと覚えといてよ。継ぎはぎの亡霊さん。え？そうだね。もともとは、継ぎはぎの亡霊だもんね。継ぎはぎでできた女性だもんね。うん。女性って言っとくけど。え？え？急いでしまう。あの中に飛び込む。わ、ちょ、押さないで、レイちゃん。あ、ごめんなさい。おい、バルツェ、どこ行くんだ？そっちこそ、いくら一人で飛び込んだって離れすぎじゃない？ふざけてる場合か。このままだとバラバラになるぞ。まずい、このままじゃ。頼む、うまくいけよ。ですよねー。あー、バラバラになったん。結局バラバラだったんだもんね。さあ、あとは自分次第、着替えていきますか。